はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画ではね、はーひーひーはと書いて、上海電力さんのお話いきましょうかね。久しぶりですかね、上海電力さんが、上海電力さんについて、あ、違うな。上海電力さんが、上海電力の件について、なんだろうな、言い訳、まあ、自己正当化、まあ、いつものパターンちゃそうか。なんかこの盛りかけ問題を引き合いに出してね、あの時はああだったのに、なんで俺の時だけこうなんだよ、みたいな。そういうことぶたれてるっていう、なんかちょっとよくわかんない。まあよくわかんないというか、まあ話の内容はさっぱりわけわかんないですけども、まあこの人らしい、なんかそういう展開ですよね。うん。不公平だって言ってるんですよ。不公平も何も説明すりゃいいだけじゃないですか。ね、入札ではなかった。ね、入札不参加だった件についてどうなってんですかっていう説明をすればいいだけじゃないですか ね、うん、フェアだアンフェアだ、ね、公平だ不公平だの話じゃないですよ。で、まあ、ハーヒーさんが、盛りかけ問題の時には、野党は疑惑ばかり叫んで何も立証してないと言っていた。今度は何の立証もなく疑惑側と言っている、典型的なアンフェア思考だっつってんですよね。は？では、なんか、橋本さんが、多分ツイッター上でなんですけどもね、あ、マスコミ、なんか、ラジオかなんか、あれかな、なんか、そういう報道があったのかな。まあ、大阪市議会で、ついに橋本徹氏の上海電力に関する疑惑が取り上げられていると。口火を切った自民党の山本氏は、入札に参加してない上海電力が、事業参入していること自体がおかしい。と追及、今後百条委員会が設置される可能性もあると。国会招致の件ってどうなったんですかね。ね、高橋さん上海電力の件は、ね、きっちり片付けるみたいな、そういうなんか意思表示してませんでしたっけ。ね、ぜひ、ね、前も言いましたけど上海電力の担当者と一緒に、ね、国会招致に応じていただきたいですよね。ハーヒーさんもね、うん、で、ぜひ同委員会を設置してさまざまな疑惑を明らかにしてほしいっていう、なんかそれに対してね、何もなければ絶対おめえら謝罪しろよみたいな感じでね、ハーヒーさん生きるわけですよ。で、まあこの手の連中はって始まるわけですよね。盛りかけ問題の時には野党は疑惑ばかり叫んで何も立証してないと言っていた、今度は何の立証もなく疑惑がーと、相手によって論理を変える典型的なアンフェア思考。相手によって論理を変えるのはいつもあなたですよね。ハーヒーさんの得意技じゃなかった、結構言うの。うん。でね、ここでやっぱりね、この、なんかこの偉い人がね、ちゃんとね、うん、じゃあハーヒーさん、そのハーヒーさんは何つってたかっていうのをちゃんとね、証拠とともにね、証明して見せてくれるんですよね。このハーヒーさんはね、この盛りかけの時には何つってたかっていう、そういう話なんですよ。適正な、取引でもね、根拠を明確にとかね、状況証拠を積み上げて推定していくと言ってたんですよ。これハーヒーさんがですよ、この盛りかけ言われてる当時、橋本さんが言ってたんですよ。で、対象がね、盛りかけから自分になった途端に論理を変えるアンフェア思考はまさに橋本さんの方じゃないですか。でね、あともう一個あって、この上海で今回のね、この上海電力の件でさ、ね、やっぱりこの問題点はこの入札してないところね、入札を経てないところじゃないですか。なのにこの事業に参加してるわけじゃないですかね。うん、どういうことなんだってこと言われてるじゃないですか。で、ハーシーさん、ね、この森友、ね、盛りかけの時に何つってたかっていうと、西成地域に、星野リゾート、ね、担当部局の業界ヒアリングから、ホテル誘致計画が進んだ。これ、17年、3月の時の、このハーシーさんのツイートでの話ですよ。自分で言ってるんですよ、これ。で、僕は一度観光バス待機場所、待機場計画を進めることも指示したが、最終的にホテル誘致計画に確定。これも業界からの要望で行政が計画を作る典型。ただし、最後は入札。森友学園で一番問題なのは入札を経ていないこと。はい。上海電力で一番問題なのは何でしたっけ？入札を経ていないことですよね。うん、ターゲットが自分になった途端にこれも平気でひっくり返すんですよね。うん、もう典型的なこの嘘つきですよね。はっきり言って典型的というか、もう本当ただの嘘つき詐欺師ですよね。うん、ね、もう論点すり替えばっかりじゃないですか。うん、
ね、アンフェアだなんて言ってますけど、じゃあ逆に聞きたいですよね。ご自身は、ね、常にこのフェアだと胸張って言えるんですか？なわけないですよね。でもまあ嘘つきに嘘つくなっつっても嘘つくのやめるわけがないんで、まあこんなもんだと思いますけども普通に考えたら末恐ろしいもんだと思うんですけどもね、うん、しかも人によって相手によってこの口調論調を変えるってこのいつもやってることじゃないですか、自分がね、うん、だからまあなんていうのかな、この本人がね、この要は周りの他人、自分以外の他人に対して、ね、何を考えて、ね、どういう感情を抱いてるかっていうのは非常に分かりやすいですよね、うん、まあなんだろうね、盛りかけ、なんか突然盛りかけの話を引っ張り出してきてましたけどね、うん、あなたは盛りかけ盛りかけ言う暇あったらさ、ね、ハニトラの件とか心配してた方がいいんじゃないですか。なんかこの入札ね、入札不参加の件についてはもうそこはもうハーヒーさん的にはもう絶対触れたくないところなんで、でも変な話、何週遅れの反論、まあ、本人は反論のつもりらしいんですけども、今更何言ってんだっていう話ばっかりじゃないですか。うん。ね、百条委員会でも何でも白黒はっきりつけるべきですよ。ね、説明責任。ね、説明責任ですよね。うん。ね、アンフェア。どの口が言うんですかね。いつもさ、ね、この対談した相手、うん、桜井さんとか高橋さんとか、もっとそうだな、バチバチでもないんだけど、あ、例えば百田さんとかもそうですよね。目の前にいない人のね、悪口を別の番組とか別の回でさ、ね、ブー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 垂れる。あれもフェアじゃないよね。うん、言いたいことがあるんだったら本人目の前にいる時に言えばいいじゃん。でもそれだと通用しないもんだから、もう陰でコソコソじゃないけど、ね、陰口ばっかこう叩いてるわけでしょ？うん。完全にとある半島のあの国の奴らと一緒だよね。ね、日本の悪口をね、世界中でね、ああでもないこうでもない、ね、嘘ばっかりでっち上げて、ね、うん、でたらめ捏造をこの撒き散らす。全く一緒ですよね。うん。まあ一緒なの分かって言ってますけども。で、入札したさ、ね、日本企業2社だったかな？が入札後にこの共同体、ね、メガソーラーになったわけでしょ？でその後この合同会社、メガソーラー設立して事業継承だっけ。でその後はこのメガソーラーのこの社内事情だよね。ね、誰が退社しようが、誰が入社、あと出資か、ね、しようが、ね、法律に反していない限り、ね、行政がね、この口出しするなみたいな感じで開き直ってるわけですよね。うん、違法じゃなきゃ何やってもいいのかよと。うん、あと、なんかこうね、盛りかけをね、この引っ張ってきて言ってましたけども、盛りかけは本当ごくごく一部の人でしたけど、上海電力の方はね、騒いでる人の規模もね、内容も全然違いますからね。うん。盛りかけの話、全く関係ないと思いますけどね。うん。あれ？それともこれあれですか？嘘つきがついね、この口滑らせるパターンで、ね、ハーヒーさん的にも盛りかけに関与されてたんですかね。ね、関係ないんだったらさ、ね、盛りかけ問題の話題なんか、ね、そんなの出さない方がご自身のためだと思いますけどもね。おーやー今更今更ですかね。うん、しかしまあどん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 落ちてくるんですかね。うん、ね、改めて、まあ、まとめですけどもね、上海電力、ね、結果的に参入してるじゃないですか、事業に。でも入札じゃないわけですね。で WTO も全く関係ないと、ね、二重三重嘘ついてるわけですよね。だって少なくとも入札だったって嘘をついた証拠は多分ググれば、ね、動画検索すればいくらでも出てきますけども、さあ説明していただきたいですよね。今回以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。